皆さんこんにちは、フライデーブランニュークルーズ青木浩太郎です。先週金曜日12月16日公開生放送やってきました。イオンモール水戸内原1階のメインコート、いつもだったら、7時から10時までを本社スタジオ、そしてその後ですね、私車に乗って水戸駅南口のコンボックス310のサテライトスタジオで1時半までやる通常放送。この間はですね、朝は坂戸町のスタジオでやって、でその後ね、車で14キロもあるのね、あそこから水戸内原まで走ってですね、車で行って、結構ギリギリでしたよ。イオンコート、イオンコートじゃないこれまたイオンモール水戸内原の1階行ってですね、3時まで拡大版でねやりました。いやー、ほんとたくさんのリスナーさんにお越しいただきました。平日ですよ、平日なのに。ゆうとくんであったり、ゆうとの父ちゃん母ちゃん、まゆてんさんに、ショコラオレンジさん、エリア51さん、山地さんご夫妻で、かいくんのおばちゃんに娘さん、なっちさん、たかぴーさん、そしてかっぺだっぺさん、トントンさんにアップルチャッピーさんで、あとね、先月私が東京の六本木の結婚式で司会をした新郎さんのおばさんで、その結婚式をきっかけに毎週フライデーを聞いてくださるようになった、おば様のかよこさんがなんとですね、公開生放送に来てくれたんですよ。いや、めっちゃ嬉しかった。あとはね、その他、メールはまだ出したことないんだけど、いつも聞いてるよっていう方々結構いらっしゃいまして、声をかけてくださった皆さんは、全員にステッカーとコーヒードリップを差し上げました。いや、本当にめちゃくちゃ放送自体がバタバタでね、なかなか十分お話をできなかったんですけどね。いやー、またね、こういう機会があるといいですね。すごく楽しくて嬉しい公開生放送になりました。といったわけで、先週メールをくださった中でですね、放送の後半にいただいたり、あとはちょっとボリュームがあるメールの方は、先週に限ってはね、尺がなくてごめんなさい、本当に読めないメールが結構ありました。懲りずにまた今週以降もメールお待ちしてます。すいませんでした。さあ、ではですね、今週は早速メール対象を発表したいと思います。さあ、数多くいただいたメール対象、はい、読んだ中からじゃなくて、もういただいた中から選びました。この方ですよ。キッコリーさん、おめでとうございます。キッコリーさん、はい、今週のテーマ、自動販売機ですが、私の思い出の自販機といえば、今から、カップラーメンとカップコーヒーの自動販売機です。今から40年近く前、私が子供の頃の話です。私の子供の頃の我が家はお世辞にも裕福とは言えず、子供を3人抱えた母は農業をして家計の手助けをしていました。大きな畑ではないんですが、春はフキやタケノコ、夏はグリーンピース、秋は栗と芋柄、冬は八つ頭などを市場に市場に卸していました。市場に野菜を持っていくのは子供たちにとっては時間の遅い夜8時を過ぎた頃だったんですが、私はよく母にくっついて市場に行っていました。市場に行くと、前に出した野菜がいくらで買い取ってもらえたかを伝票で確認することができ、いい値段で売れた時は母がお手伝いのご褒美と市場にある自動販売機でカップラーメンやカップのコーヒーを買ってくれました。ご褒美で食べるカップラーメンやコーヒーの味は何とも言えない格別で特別な美味しさでした。帰りはお腹いっぱいになり、いつも車の中で眠ってしまい、家に着くと父がおんぶをして布団に連れて行ってくれました。今でもカップラーメンとカップコーヒーの自動販売機を見ると、子供の頃のほんのりとした温かい思い出がよみがえります。いや、大人になって今でもそのお母さんとかお父さんにはそういうお話をされるのかな。なんかね、今時のカップラーメンってすごいクオリティが高くて、味的には絶対昔より美味しくなってるじゃないですか。でもやっぱりキッコリさんにとってはその時のカップラーメンの味にはね、かなわないんでしょうね。いや、本当にあったかい、ありがとうございました。
さあ、それではね、先週くださったメール、あとは公開生放送に来てくださった方々の、リスナーさんの名前を読み上げていきたいと思います。坂戸のよい子さん、キッコリーさん、水戸サボ310さん、川ちゃん、岡山の瀬戸ちゃん、あかりさん、栃木のライオン丸さん、カエルケライさん、マユテンさん、キャンタマちゃん、ヘイボンファミさん、ジョーオンコーラさん、ユッキーさん、ガッチャン、ジョニーさん、大洗のゲーマンヒロンさん、デリさん、マチダッペさん、そして4415さん、ごめんなさい、この間ね、初メールかなって言っちゃったんですけど、前くださってましたね。あの、僕が坂戸町のスタジオから車に乗って水戸駅南口に向かう途中に、サンドイッチを食べながら運転しているところを並走しながら目撃したとその時以来2回目でしたね。4415さん、カイ君のおばちゃん、ふんわりこさん、梅吉さん、船橋の伊太郎さん、浜レオさん、大洗のひろちゃん、山爺さん、みかんとあんこのお父さん、エリア51さん、ゆうとくん、ゆうとの母ちゃん、ドリーム父さん、中市のパワフルママさん、初メール、ナッチさん、横横さん、カッペラッペさん、肉グラ45さん、ザ・ナイツさん、ショコラオレンジさん、アップルチャッピーさん、かよこさん、パルプンテさん、豆福さん、タカピーさん、進撃のメイちゃん、アンブレさんにシカちゃん、ありがとうございました。あれ、私呼ばれなかったという方はですね、ちょっとクレームのメールください。お詫びに、ステッカーとか送りますんで、はい、今週もありがとうございました。はい、ではここからが今週12月23日の番組テーマ。もうクリスマスですね。でもテーマはクリスマスではありませんよ、毎年この時期恒例のテーマ、今年のあなたのヒット商品。買ったものでもいいですし、いただき物でもいいですね。家電、日用品、食べ物、飲み物、洋服、とにかく皆さんがこれは自分的にヒットしたというものであれば、高いものでも安いものでも何でも構いません。僕はもう本当最近というか、コロナ禍になってますますなんですけど、ネットでね買っちゃうから、今年俺一体何を買ったのかなって思い出すには、なんかもうネットの注文履歴を見るのが一番早いという。さあ、それでは青木浩太郎的2022年ヒット商品を発表したいと思います。第3位、ワインセラーあ、これ意外と安いんですよ。3万円ぐらいなんですよ。最近というか、昔からねワインをよくいただくことがあって、誕生日とか、新郎新婦さんにいただいたりとか、もう本当にこうありがたいことで、それをねやっぱりどんどん冷蔵庫に入れるんですね。で、冷蔵庫ってやっぱりこうワインにはちょっと冷えすぎちゃうのかな。だからそのいざ飲むときになんかちょっと冷たすぎて味がよく分かんなかったり、あとは冷蔵庫の開け閉めっていうのはワインにとって良くないらしくて、せっかくいただいたものなんで一番美味しい状態で飲みたいなと思うようになり、ワインセラーを探したら意外とね、本当の3万円から5万円ぐらい買えちゃうのね。これで何本入るのかな、 1,2,3,4,5,6,18本かな、僕のですぐそこにあるんですけど、日本酒の地酒なんかも入れてたりするんで、めちゃくちゃ最近うちの娘もワイン飲むんでね、そこから開けて2人でねここで飲んでたりするんですけど、ワインセラーはヒットします。第2位、じゃん、これバットすげえいい音するんですよ。草野球やってる人だと分かるかもしれないんですけど、最近のバットって軟式バットめちゃめちゃ飛ぶんですよ。僕なんかでもすごいいい当たりすると90メートルぐらいのフェンス超えるんですよ。だけど素材の問題で反発力とかなんかよく分かんない素材を使ってるんでね、ボール当たった時いい当たりしてもね、ボコンとかね、ポコンとかボンとか、そんな感じ。音も良くないし感触も良くないの。だからこれどうなんだろう、そんな別に飛ばしたいわけじゃないし、もともとねバッターでもないから、だったら音がいい方がいいんじゃないかと。昔の甲子園でカキーンみたいな感じが鳴るんですよ。これを一生懸命ねメルカリで探して中古で買ったの、6000円ぐらい。これはいい音するんですよ。いやー、で感触もいいですよ。ずいぶん僕はこのバットでね、今年はいいヒットをたくさん打ちました。第2位はこのいい音がする課金バット、昔ながら。さあ、そして第1位、これ
まあ、これはね、別にっていうか、前も紹介したと思う、靴の時に言ったと思うんですけど、僕が大好きなパトリックの、もともとサッカーシューズなんですけど、のスニーカー、もう10年以上前にこれを初めて履いた時に、こんなに履きやすくて疲れない靴があるんだと。でもそれ以来、もうスニーカーとこれしか買ってないんですよ。でこれが悪くなる、2年ぐらいで悪くなると、また同じもので同じ色を買う。だから今5代目ぐらいか、4代目か5代目ぐらいなんですけど、まあ、これなんだけど、これじゃなくてヒット商品はね、こっち、はい、これのね黒版、はいはい、もう買うつもりなかったんですけど、靴の量販店にスーツとかで仕替えで使う黒いね革靴を買いに行ったんですよ。でもよく見たら、あれこれパトリックじゃん、でなんか革靴見えんじゃないのと思って、これを履いてスーツを着てみたら、もうなんかね黒い革靴にしか見えないんですよ、うん、で視界するときって1日1万歩ぐらい平気で歩くんで、これを履いてね視界をすると疲れが半分ぐらい。いやもう多分もしかしたら僕は黒い革靴を一生買わないかもしれないと、ね、分かんないですよ、はい、というわけで私の2022年ヒット商品、これまだ私これで買ってから2ヶ月ぐらいなんですけど、もうハマっちゃってますね、はい、はい、ということで皆さんの今年のヒット商品教えてください。メールはこちら、初メールも大歓迎、fm762@fmparallel.co.jp です。ご自宅のパソコンや外先のスマホで簡単に聞けます。パソコンだったらサイマルラジオ、スマホだったらリスンラジオの無料アプリをダウンロード。はい、今週のテーマは、はい、あなたの推しヒット商品。